世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ。世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ、パーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則です。はい、株式会社古典の深井龍之介です。はい、同じく株式会社古典の楊英氏です。このラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった深井さんを代表とする株式会社古典のお二人と一緒に、学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃおうという番組です。お願いします。いやー、室越さん最近あれあれ室越さんあれ室越さんがいない。あれ？いないですよ今日は。はい、コロンビアに帰ってしまいました。え？ちょっと待って、事件性感じるなそれ。彼の意思じゃない可能性あるあるけど、そう今日ね、うん、久々じゃないですか3人でやるの。はい、そうですよね。そうなんですね。はい、何ぶりなんでしょうね。もう分かんない。多分性の歴史から来たんで、うん、その前何？教育かな。多分、うん、その前って教育でしたっけ？確か教育じゃないですか。あ、じゃあ教育の歴史からだ。はい、以来。以来ですけども。以来の3人でございますけど。はい、どうしたんですか今日はまた室さん。まああのね、室越もね、古典の会社の中でいろんな仕事を請け負ってまして、はいはい、他の仕事してます今。ああ、だから今ここイカネパレット高尾で撮ってるんですけど、はい、すぐそこいますよね。いますよね、はい、今日僕と一緒に来ました、はい、いやいや、かわいそうなんで室さん今日いるんですかって言ったら、うん、あ、うん、純粋に運転手として来ましたって言ってた。でさっき僕にそのメールが来て、あのタバコ吸いに外に出かけたら締め出されたってメールが来ました誰か助けてあげて。まだあのパレット缶の開いてないんでね、はい、そうなんですよね。だからまあこういうこともあっていいよね、うん、久しぶりに3人でやるのも楽しいじゃないですか。でもね、いろんな組み合わせで今やってますからね、うん、あ、だから深井さんなしでやって、この間番外編みたいな感じで僕なしでやったりとか、はい、あと深井さんと室さんの回もあったか。そうですね、はい、なんでね3人で久しぶりにちょっとやってみましょう、はい、ですね。はい、ということで、まあじゃあ行きますか。行きましょう。はい、俺たちの鎌倉殿、武士の世を作りし鎌倉武士の栄枯盛衰でございます、うん、鎌倉殿。鎌倉殿、はい、もうこれあれですよね、うん、あの大河ドラマ。そう、鎌倉殿の13人と全く同じ時代今回。はい、うん、いや全くわからん。見てないですか？一応も見てないですね。ちょっと大河ドラマ見てほしいな、じゃあこれ聞いた後。あ、マジっすか。うん、あれ面白いですね。マジっすか。はい、だから鎌倉って言ってるぐらいだから鎌倉時代、鎌倉時代が出来上がる時の話ですね。はいはいはい、うん、俺も昨日ぐらいまで、殿殿どっち鎌倉殿みたいな。鎌倉殿っていう建物あってもおかしくないですね。そうそうそう俺だからずっと建物かと思ってたんで、ぐらいもう知識ないんで。源頼朝さんのことですよね、鎌倉殿。はいはいはい、うん、あ、そういうことない。そうそうそう、本当に知らんかったわ、うん、なるほど、まあ、鎌倉将軍のことだよね。はいはいはい、うん、だからこの鎌倉武士って一回やったじゃないですか、織田信長の時に、うん、そうだね、うん、さらっとやったよね、律令制の頃からザーッとやったじゃないですか、はいはい、武士について7世紀ぐらいから中世日本までやったんですけど、はい、うんうん、今回はその鎌倉幕府が出来上がって定着する、武士の世が定着するまでを、うん、さらにそのフォーカスして詳しくやっていくみたいな。だから被るところもあるんですよ、うん、はいはい、うん、被るとこもあるけど、織田信長編で言えなかったこととかも言っていくし、うん、あとやっぱり源氏と平家ですよね、うん、何みたいな感じあるじゃないですか、うん、分かんないでしょ全然、ね、ね、はい、逆になんで源氏と平家だけとか思わないですか。あ、確かに俺思いましたよ。確かに知らない時は、はい、他の家はって思ったもん、はい、なんでってなった。確かに、うん、もう源氏の字は宇治なのに平家の家は家っていうのもよくわからんし、 それもね、ちなみに あるあります。理由がありますけどね、はい、なんでみたいなのを、まあ、深掘っていってだいぶ分かってきました、うん、だいぶとか、まあ分かりましたよね、なぜ源と平なのか、はい、か、はい、もう一つはね、なんで頼朝なのかですよね、将軍が。それはどういうことやろう、はい、他の人じゃなくて頼朝がなぜあそこで鎌倉将軍になるのか、はあはあ、なんで鎌倉なのかとか、まあ、なぜ鎌倉なのか、確か信長の時も一瞬触れてるかな、うんうん、かもしれないんですけど、うん、これで信長編をぜひまた聞いてから聞いてもらった方がいいかもしれないんですけど、うん、相当日本史に対する解像度が上がると思う。そうだよね、
うん、抑えるべきことだいぶもう抑えたと思う。これで日本史に関してはもちろんまだいっぱいありますよ、うん、だけど、うん、古代日本史からのルーツである中世日本史の話が、うん、鎌倉時代とあと戦国時代の話がこれで分かりますよね、うん、で、日露戦争も前回やったじゃん、うん、近代日本も分かるじゃん、うん、で、まあ、あとは江戸時代とかが分からないと思うんだけど一応幕末やったじゃん、うん、だいぶもう日本史これ皆さん聞いたら古典ラジオの日本史だけで日本史の大きな流れはもうこれで抑えるの終わりって感じになる。へえ、あ、うん、そんなそんな感じ。重要そう。マジで日本史詳しいと楽しいよ生きてて。へ、うん、うわ、でもとはいえ、うん、僕結構信長のやつも忘れちゃってるかもしれないんで、そうですよね、まあ、おさらいも兼ねて。そうだね、なぜ武士が出てきたかみたいな話したじゃないですか、うん、もう今回もちょっとそれをね、うん、あのおさらいを兼ねて、うん、もっと詳しく、うんうん、やっていきますし、あとあの上皇とか出てくるんで、うん、今回は院政とかね、うんうん、摂関政治とかね、はいはい、日本史学んだ人は覚えてるかもしれないですけど、うん、あれがなぜかみたいなのを結構掘り下げてやっていくっていう回になりますね。なるほど、はい、うわ、ちょっとじゃあね、あの信長界のおさらいっていう意味もね、うん、あるかもしれないんで、僕も結構ね、あの一回聞いたこともう一回聞くかもしれないんで、うん、はい、うん、お願いします。まあ、全然聞いてください、はい、今回はなんでこのテーマを選んだの？あ、これもシンプルに今ほら大河ドラマでやってるじゃん、うん、だから、うん、あ、深井さん見てんすか？ちなみに。あ、見てます見てます、はい、すごい面白くて、はい、よくできてるなって思います。なるほどね、本当に、うん、あ、そういう風な解釈にして出すんだみたいな。だから史実に結構忠実にちゃんと作ってあって、矛盾がないように本当はこうだったんじゃないみたいな感じでドラマで出したりしてるところがすごく面白かったりとか、うんうん、そうか、歴史詳しいとそういう見方ができるんですね。あ、そうですよなんか豊かな見方っすね。ちなみに歴史詳しいとドラマとか映画とか全部もう一段階面白くなりますからね。それ言ってましたね、うん、スターウォーズを国と国の争い、はい、あれのルーツ完全にカエサルなんで、完全にカエサルとか分かるし、言ってましたねそれ、うん、兵士とか源氏とかがどうやって生まれてくるのかみたいな話、はいはいはい、うんうん、ですよね、はい、まずここから分かんなくないですか？分かんないです。もうなんでおるのって思いません、はい、あいつら何誰って感じじゃないですか。誰って感じです、はいはい、あの8世紀後半にですね、有名な桓武天皇っていう人がいるんですよ、うん、はい、でこの桓武天皇の時に天皇の王子とか皇女ですよね、うん、まあ、王女ですよねとかに対して新しい姓を与えて、はいはい、まあ、名字ですよね、うん、その親戚降下って言うんですけど、家臣としていわゆる位を一段階下げるっていうことが行われていくようになります。ほうほうほう。ほら天皇家ってさ、やっぱりその血が濃くないとダメじゃん、うん、で当然ですけどたくさん兄弟作ろうとするじゃん、うん、とはいえ、うん、だから天皇家に血が濃いとして残れる人ってやっぱ長男とか、うん、そういう嫡男になった人だけですよね。ほいほい、うん、長男とは実は限らないんですけど、うん、まあ、嫡男に認定された人だけで、うん、それ以外にもたくさん兄弟とかがいる時に、うん、その人たちって誰みたいになるじゃないですか、はいはいはい、ずっとその人たちを厚遇し続けたらその人たちの子供も厚遇しないといけないから、うんうん、天皇家がどん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 でかくなっちゃうわけじゃないですか、うん、わかりますね。それを防ぐために要はこのような措置を取ってるということですよね。まあちょっとした語弊はあると思いますけど、まあリストラみたいなやつだよね。まあそうだね、うんうん、なるほど。本当語弊はあるけどリストラみたいな感じ、うん、そうそうそう、まあでも厚遇されてるんですよそれでも、うん、そうそうそう、平民に落ちたりしてるわけじゃなくて、はいはい、普通に貴族として存在しているんだけれども、うん、この時に高家の皇族に下賜された使命の一つが平。下賜っていうのはその渡されたってことです。まあこう天皇から渡されたっていうんですね、はいはいはい、うん、下賜された使命の一つが平で、うん、この平氏ですよね。平の氏と書いて平氏は桓武天皇の王子で勝原親王っていう人がいたらしいんですけど、うん、この人に与えられたのが最初であったと、うん、はい。で源氏っていうのが歴代天皇の王子に下賜される氏の名前であるのに対して、はい、平っていうのは二世王以下であると。ってことは、源氏の方が上だったってことですか？そういうことです。まあ、あの何が言いたいかっていうと、はい、源氏っていう方がその位がちょっと上で、平氏っていうのがちょっと下だったんですよ。はいはい、でこの後平家っていうふうに呼ぶようになるのは、はい、実はその氏よりも家の方がさらに格が上なんです。清盛とかが平家の格を上げたから平家って呼ばれる。おお、それで平家と源氏とかあと平氏って呼び方もあるじゃないですか、はいはい、まあ、さっきまさに出た疑問はこれなんですよね。ほうほうほう、位の違いがあるってことです。へえ、そういうこと。
源の方が血筋的に天皇の血筋にもっと近くてもっと濃ゆい、だからまあ血筋ブランドがちょっと高めっていう風なイメージですね。もともとはね、はいはいはい、ただ途中で平の方が高くなって家っていうのがついて平家になっていく。なるほど、うん、はい。まあこのように進化になることによって皇位継承の資格っていうのを破棄してですね、うん、王権に挑戦しませんっていうような態度を取ることで、逆にそれが自己保身になるっていうことにもなってたみたいですね、うんうん、まあ、争いを避けるっていうことですよ ね、 そうだね、政治闘争から距離が取れるから、それもまた別にね、あのメリットあることそうとしても認識されてる。わ、うん、かるわかる、うん、あと経費削減とかもあるんだよね。やっぱりそのものすごく位が高い状態の人がたくさん出てきてしまうと、その分お金使っちゃうよねっていうのもあって、なるほど、経費を削減するためにそういうことをやってたりだとかっていうこともしてます。そうかそうか、はい、うんうん、なんかセレモニーとかいっぱいしないといけなかったりとか、そういうことです。贈り物とかね、はい、はい、ね、まあ、あと服とかもなんかめっちゃいい服とか着ないといけないみたいな、なんかまあそういうことでしょうね。家もとかね、うん、ありそうね、いろいろ、はいはい、なるほど、はい。でこの桓武天皇の王子で平の姓を与えられた系統っていうのが全部で3つあったんですね、もともと。いきなりまず平氏の話からしてますけど、うん、まずは高持流っていうのがあるんですね。このそれぞれの3系統が何流なのかみたいなあんまり関係ないけど、一応言っとくと、高宗流と高見流と高持流って3つあるみたい。ほうほう。でこの高宗、高見、高持っていうのは何かっていうと、人の名前ですね。親王の子供の名前です。ほうほうほう。親王っていうのは何て言うんですかね、王子のことですよね、うん、王子、はい、うん、この高持流から出てきた兵士が上総介という関東の土地の管轄する人に任命される、うんうん、で任命された後にそこに土着していくんですよ、うん、これあの信長の時もやったよね、うんうん、あの中央から下った人が土着していく流れの話をしてたよね、はい。これだからその中央に残ってると親戚降下してて、もうなんていうかこれ以上偉くなる見込みもないし、うん、天皇から遠ざかったわけじゃないですか、はいはいはい、何にも起こんないんだけど、うん、地方に下るとさ、天皇の子供とか孫とかだからめっちゃすげえ人来たってなるわけですよ。そうそうそう、わかるわかる、はい、でめっちゃすげえ人来たって言って、その土地だと、まあ、ある意味一番トップでずっと君臨できるから、うん、地方にいるよりそっちの方が良くないみたいになって、うん、みんなその下っていくみたいな流れがあるっていうことですよね。地方に行くそのメリットはあったっていうことですよね。あるでしょうね。でこの高持流の子孫の人たちが、うん、その下総とかね、日立とか武蔵とか、まあ、関東ですよね、うん、の各地っていうところに土着していって、その子孫の人たちが坂東兵士っていうのを名乗っていくっていう、うん、でこの坂東兵士を名乗っていくみたいな話っていうのを聞いても、まだ樋口さん意味わかんないと思うんですけど、うんうんうん、例えば今鎌倉殿の13人に出てくる6割か7割ぐらいの武士はこの坂東兵士の、うん、坂東、坂東っていうのは、うんうん、あの関東のあそこら辺の地域のことを坂東って言いますよね。であそこら辺にいる武士のことを坂東武者って言いますよね、はいはいはい、であの人たちがまずなぜいるかってことなんですよ、あそこの時代に、うん、なんでおるんかっていうのは下ってきたってことですよ、中央から、中央から下ってきた人が、うん、あそこのなんか豪族みたいな人たちと結婚して土着していって、うんうん、子供を産んでいってそのまま居ついていくみたいな流れがあるっていうことですよね、はいはい、だから京都ら辺から今のまあ関東に下ったってことですね。そうそうそう、今と逆だからちょっとあれですね。それから 5,6 代経った頃が、はい、多分今の鎌倉殿とかがやってる時代ですから、ヒヒヒじいさんとかが下ってきたみたいな感じでしょうね、うん、だからここであの大事なのは武士の源流ですよね。武士の源流は貴族にあるっていうことが抑えるポイントとしてあるのかなと思うんですよね、はいはい、でいろんなその武士の系譜っていうのがあるんですけれども、うん、まあ、今後の歴史の中でですね、武士として武士団を率いて活躍してこう歴史に名を残す人たちの中には、まあその天皇とかそういった藤原氏とかそういう中央貴族の系譜を引いている人たちなんですよね、うんうんうん、あともう一つ追加すると、あの今坂東武者の話も出てきたので、はい、また追加するとですね、うん、ほら貴族と武士っていうとなんか2人なんか全然違う人種のようにやっぱもしかして思ってる方もいるかもしれないし、うん、なんだろう、こう弱々しい貴族、屈強な武士みたいな、そういったなんかイメージもなんか持ってる方もいると思うんですよね、うん、ただどうもやっぱこれは近代になってなんか作られたイメージみたいなんですよ。へ、で元々貴族っていうのも、例えば奈良時代とかにも乱とか起きた時に貴族が自分で兵を率いてやっぱ戦ってたんですよね、うん、だから必ずしもその貴族イコール弱々しいっていうイメージではないわけですよ。彼らはちゃんとこう兵を率いて戦ってたっていう風な側面もあります。俺だってもう庭で蹴鞠して、はい、マロワーって言ってるイメージ
しかない。それだいぶドラマの影響があるから、まあ、もちろんそれも一面の真実ですよ。もちろんその全然その武士的な側面のない貴族ももちろんいるんですけれども、まあ、実際その貴族の属性としてはまあ武的な一面もあるっていうことなんですよね。なるほど、はい、はいはい。まあ、そんな感じで下ってきた人たちが、まあ、土着の人たちとくっついたりして地方の武士になっていったりもしますし、中央にも武士はいますけどね、うんうん、あとはその貴族と直接のつながりのない武士も普通にいます、うんうん、信長の時も多分触れてると思うんだけど、ただそのいわゆる有名な武士の人たちっていうのはこんな感じで中央から下ってきてる人たちがほとんどだっていう話ですよね。なるほど、うん、はい。あとはですね、なんでこんなになんていうかな平氏と源氏ばっかりなのかみたいな話も結構シンプルで、うん、源氏と平氏っていう名字をさっき言った親戚交換の時に渡しまくったから、うん、その2種類を渡しまくったから、いやいや、いっぱい生産したからいっぱい生産したから、だからその2つしか渡してないからね、逆に言ったら、うんうん、あの嵯峨天皇っていう人が出てくるまで、はい、まあ、桓武天皇のすぐ後ぐらいなんですけど、うん、この嵯峨天皇が出てくるまではそのいろんな姓を渡してたらしいんですよ、うん、だけどその嵯峨天皇が出てきた頃から基本的にはなんか源氏と平氏ば、特に源氏を渡しまくるみたいなことをしたんでそこからまあ源氏と平氏がいろんな諸流が出るわけですけど、はいはい、さっきも平氏が三流あって三つの流派があってっていう話をしましたよね、流れが、うん、で源氏も多分何流派かあってみたいなので源氏と平氏ばっかになるわけですこれ、うん、なんだそら商品名もっと変えればいいのにで、まあ、これがなんで源氏と平氏ばっかりになるかっていうのも実はこの後説明します。あ、はい、これも諸説ある話をこれからするんですけど、うん、どういう武士の出方がしたかっていうことをちょっと軽くおさらいをしながら話をすると、うんうん、まずもともとほら天皇が律令制って言って中国の唐をモデルとした中央集権国家を作ろうとしてそれを導入するものの失敗していくんだって話をあの時してますよね、信長の時に、はいはい、うん、失敗した結果全部が天皇の土地だって言ってたのに、うん、天皇の土地じゃない土地が出てきちゃって、うん、その土地を守ろうとした人たちが武装化していって武士になって戦って勝っていくんだみたいな話をしましたよね。あったな、めちゃくちゃ簡単に言うとね、うん、でその武装化した人たちを束ねてるのがさっき言ったその中央から下ってきたその武士なんだっていう話をしてたと思うんですけど、うんうん、それは間違ってないんですね、うん、でそれをさらに詳しく言うというか補足していく感じになるんですけれども、はいはい、もともとね一応武芸を担当する人っていうのがその律令制っていう国家システムの中にいたんですよ、はいはい、うんうん、その人たちの名字がもう決まってたんだって。木とか友とか坂の上、これあの坂の上田村麻呂の田村麻呂征夷大将軍ですよね、はいはい、あと小野春風とかだよね、うん、あと文にあの室と書いて室越の室と書いて文也などのこの人たちがですねその武芸を家業とする武芸担当の貴族だった、はいはい、でこの武芸担当の貴族だったんだけれどもなんか若干そのなんて言うんですかね見せ物的武芸として洗練された実践経験が別にないみたいな人たちだったらしい、うん、なるほど、これちょっと諸説あった。でもそうだね、うん、でも分かりやすく言うとこういうゴリゴリの武士みたいな人の前段階に貴族的武士みたいな人がいるんですよ。これは信長の時に1世代か0世代みたいな言い方をした武士ですね、うん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 、はい、なんか空手の型みたいなことなんかな、戦うというよりは美しさとか見せるとか、あ、はい、まあ、実践経験がこの後出てくる人たちに比べれば確かに少ないみたいな人たちですよね、うんうん、なるほど、うん、武士の特徴としてはなんか土着性とか在地性、要はそのローカルに根付くっていう武士の属性としてあるんですけれども、さっき出てきた坂の上とかは官職ポジションとしての側面がやっぱ強かったので彼らが必ずしもその日本の中世の武士にはつながってないっていう風なあの説ですよね。うーん、うん、まあ、全然質の違う人たちということです、うん、確かにその通りで、うん、中世の武士っていうのは自分たちで土地持ってて、うんうん、その土地から武士を動員するみたいなことをしてるんだけど、はい、なんかこう中央から派遣される軍事官僚みたいなのが今言った人たち、はいはいはい、これは信長の時にも実は喋ってるわけですよね。そうですね、辺境に派遣される公務員みたいな、そういう人たちですね。そういう人たちですよね、はい、まあ、そうですよね、律令制ってそういう制度だからね、うん、だからそれが崩れてあの全然違うタイプの軍事勢力が出てくるっていうのがその中世武士だっていう話をしてたんだけど、はい、信長の時に、うんうん、まあおさらいなんですけど新しい人たちが出てきます、うん、このあとまた言うんですけど国内で反乱とかが起こっていく過程で、うんうん、本格的に武力使って収めないといけないみたいになっていくんですよ、うん、その時にですねさっき言ったあの高持流とかの兵士ですよね、うん、この人たちを源流とする人たちとか
あと源氏もですよね、うん、清和源氏って言うんですけど、清和天皇の子供とかから出ていった清和源氏っていう人たちがいるんですが、うん、この人たちがですね、有名な関東で起きた平将門の乱、あとは瀬戸内海で起きた藤原住友の乱っていうのが起こるんですよ、うん、これが起こった時にこの平氏と源氏がこれを鎮圧することに成功するんだよね。でこの鎮圧することに成功した結果、この人たちが武士としてのブランディングを確立していくわけです。なるほど、認められたんですね。そう、認められていくわけです。なるほど、武士ってこの人たちだよねみたいになっていくわけです、うん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 、武士ってこの人たちがいわゆる朝廷に認められた武士だよねっていう感覚になっていくんですね、うんうん、お墨付きやな、はい、うん、実際に乱が起こって、でその沈めないといけないんですよね、うんうん、そこの反乱を沈めるために中級とか下級の貴族たちにこう朝廷からですね、とか警察権とか軍事動員権を持っているポジションとして任命されて、でその地方に派遣するんですよね、うんうん、でそのポジションっていうのも、まあ、領下官つって、これ覚えなくていいんですけど、要するに律令制で定められている官職じゃない官職に任命されて、うん、まあ、例外的な官職に任命されてこう派遣されていくんですよね、はいはいはい、匿名なんとかみたいな形で、はいはいはい、その現地に派遣されて、もうバシバシこう反乱とか沈めたりとか海賊とか捕らえたりしていくっていう風な動きがあったんですよ、うん、なるほどなるほど、うん、はいはいはい、まあちょっとその信長編聞かないとずっと意味わかんないかもしれない、うん、から聞いてからこっち来てほしいんですけど、はいはいはい、踏まえてるからねあれを、はいはい、何個か今の話に補足があって、はい、まず関東で、まあ、平将門みたいな人がいるみたいなのがなんでかみたいなのはもう説明しましたよね、うん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 、中央から下ってきた人たちが土着して、はい、そこで平姓を名乗って、はい、平兵士として分布してるわけだよね、うん、で三流派あるからめっちゃたくさんいるってことになりますよね、はいはいはい、いろんな兵士の人たちがたくさんいるっていう状態になってて、はい、でその人たちがその地方はほら自分の土地を守るために武装しないといけないみたいなニーズもあったみたいな話を信長の時にやりましたよね、はいはいはい、で実際武装していくわけです。もともとはシンプルに貴族が下っていってんだけど、うん、まあ、その地方で武装するよね、うんうん、そのまんまっていうのが起こってるっていうことですよね、うんうんうん、はい、わかるわかる、ここでは、はい、でその人たちが反乱を起こすわけです。でこの反乱を起こすっていうのは結構深刻な話で、もしかしたら天皇を殺されるかもっていうすごい危機感も実はこの時あったんです。はあ、まずは強い。天皇を殺されるというか、うん、天皇制なくなるかもしんないぐらい強い危機感を実はこの時持ってたって、これ次回ちょっと説明しますけど、うん、はいはい、かなり強い危機感実はこの時あったそうです。でこの強い危機感がある時に、他のその反乱を起こした兵士とかと別の兵士とか源氏がこれを鎮圧するわけです、はいはいはい、でこの時にめちゃくちゃ活躍するんですよこの人たちが、はいはい、うんうん、で活躍した人たちっていうのが、うん、もうさっきの繰り返しになるんだけど、朝廷から認められるっていうことが起こるんですけど、はいはい、何が大事かっていうと、この朝廷から認められたかどうかが超大事なんです。はあ、ははあ、なるほど。武装してる人はたくさんいるわけです、うん、で武士的振る舞いをしてる人もたくさんいる。だけど、はい、朝廷から認められた武士かそうではないかっていうのがこの後ずっと影響し続けるんです。へえ、面白い、うん、あのめっちゃ端的に言うと、なんで源頼朝が他の武士を束ねる立ち位置に行けるかっていうと、うんうん、この時に活躍した人の子孫だから。うーん、めっちゃシンプルに言うと、朝廷に認められた武士の中の武士だからです。そう、切った張ったりする人はたくさんいるんですよ、はいはいはい、でもお墨付きを国からもらえた人たちを先祖に持ってるんですよね。そうなんです、公認武士と野良の武士みたいな感じで、うん、そうですそうです、本当はあの、オフィシャル武士みたいな感じですね、はいはいはい、だから彼らは国家から公認されて成長していった側面があるっていうことですね。はいはいはい、うん、はい、なのでこの時に認められた人たちがですね、うん、まあ、お前らの家っていうのは代々それを継いでいきなさいみたいな感じになっていくわけです、でこれが非常に僕は勉強してて面白かったんですけど、うん、家業化していくってことが起こるんですね、うん、つまり武芸を家業としてそれを継いでいこうと、うん、でその実践経験を持ってますよね、本物の国家が揺るがされかねない戦争を鎮圧した人たちですから、うん、実践経験を持っている人たちがその子孫に武芸を伝授することに力を注いで、そしてその子孫たちはその英雄的な先祖に名を恥じない武士となるっていうことを目指して日夜鍛錬に励むという家が出来上がるわけです、はいはいはい、これによって、うん、でこの家がオフィシャルなわけ、はい、これが超大事なわけです、はいはい、なるほどなるほど。でこの家がオフィシャルっていうのは実は武士に限らずそうなんです、うん、例えば陰陽師とかほら Spotify オリジナルでやったけど、うん、あれも家で継いでるわけですよね、はいはいはい、
代々先祖が子孫に教えていくというか、うん、まあ、父から子へと継いでいかれるものなわけです、うん、このブランディングとスキルが独占されている状態なわけで、うんうん、ある特定の種族に、はい、でこういう家業になんでこれを委託されるかっていうと、ほうほう、めちゃくちゃシンプルで教育機関がないからです。うわ面白い、本当だ、教育機関がない。もし武士の学校があったら、はあ、そこで一番優秀なやつを官僚にしていけばいいし、官僚制って本当はそういうことなんだけど、日本は適切な大学や官僚育成機関みたいなのを中国のように作れなかったので、作ろうとしたけどやっぱ機能不全だったんですね。そうするとめちゃくちゃそれがうまいやつに、家にお前が教育していきなさいって言って任せるしかやり方がないんですよ。本当だ、そうか、株式会社もないから、そう、はあ、だから家業化していって世襲されていくことになるんです、うん、おもろーこの話、うん、はい、本当や、実際そうですよね。教えようと思ったら自分の子供に教えるのがインセンティブもあるし、一番教えやすいし、う、近くにいるしね。そう、これ学校があったらそんな風にしなくていいんですけど、学校作れなかったんですよ日本って。なるほど、うん、あったんですよ、大学っていう学校あったんだけど、十分ではなかったんです。はあ、だけどその軍事的ニーズが高まっていって、武士がいてもらわないと困るから、じゃあ誰にそのプロフェッショナルを担ってもらうかっていうと、このセンセーショナルな戦争が起こった時の鎮圧者に対して、お前めっちゃうまくやったから、お前の家がずっと代々継げやみたいになっていくわけです。おもろ、はい、で、はい、これを代々継げやと言われた人と言われてない人のものすごい位の差が出るわけです。これで、はあ、天皇から認められたというか、はいはいはい、家職として家業化したかしてないか、うん、その家業化っていうのは天皇というか朝廷からオフィシャルに認められているか認められていないか、のれん掲げていいよっていう話ですよね。この後だから武士とかが名乗りを上げるみたいな文化があるわけですけど、その名乗りを上げるときに何を名乗っているかというと、このセンセーショナルな平将門の乱とかですね、藤原住友の乱の時に活躍した先祖の名前を言ってるわけです。うん、なぜそれを言うかというと、分かりますよね今の説明、はいはい、お墨付きが、そういうことですね、うん、お墨付きの子孫なんだよってことを宣言してるわけです。すげえな、まあ、肩書きとも違うな、なんかちょっと、もうちょっとあれですね、肩書きよりも重いというか、ただの、お墨付きって感じですね、はい、面白いですねこの話。この人たちが、はい、まあ、荒くれ者の人たちをこうまとめ上げて武士団を形成するっていうことができていくわけですよね。ちなみに、源氏平氏ってバン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 こう名前をつけていったって言ったじゃないですか、はい、これって全部親戚なんですか。一応もともと親戚ですけど、そうですよね、まあ、だいぶこう分かれていってるから、何代も経て分かれていって、なんとか源氏なんとか源氏みたいな、海源氏とかですね、源氏も所流が出てくるし、兵士もいろんなのが出てくるんですよ。だからあまりなんか親戚っていう感覚は持ってないです。そうですね、もうめっちゃ遠すぎて、いとことかでも普通に戦いますし、なるほどね、なんなら父と子とか兄と弟とかでも殺し合いします。あ、後で出てくるよね。後で出てきますけど、殺し合います。武士ってそういうなんか親戚同士でも平気で殺し合いする人たちなんで、なるほど、あの仲いいわけではないんですね。そうかそうかそうか、はい、ということになっていきます、はい、でちなみにそのこの時認められた武士からしても、もともとほら中央にさ認めらんないから地方に下っていくみたいなことをしてた、はい、じゃないですか、うんうん、だからこのような家業で新しく武士としての部門として評価されて、それで朝廷に接近できるっていうのは、まあ新しいその出世ルートでもあるわけですよね。なるほど、うんうん、だからまあ彼らも非常に自分たちがそれを頑張ろうとするインセンティブがやっぱりちゃんとあったっていうことにまあなっていきます。そうですね、武士と貴族の話で言うとですよ、そのまあ確かにその武士と貴族はまあ近い関係にあるわけですよ。その源流が、まあその武士の源流で貴族ですからね、でまあ、やっぱ武士も貴族の源流があるので、まあ、王権権力に吸い寄せられていくっていう風なまあ属性もあるわけなんですよね、うんうんうん、ただ一方でやっぱ武士と貴族にはやっぱ違いがあって、なんでしょうね、こう確かに武士の系譜をたどれば皇族とか貴族の出身だったりするし、まあ、天皇とか朝廷の命令を尊重したりとか、あと官位ですよね、位をはじめとするそういう朝廷の権威を重視したりする風な動きもあるんですよ。ただ一方では武士っていうのは戦に際して朝廷の命令を無視したりとか、朝廷の存在を相対化する動きも一方ではあるわけです。あるわけなんですよね。相対化っていうのは、相対化っていうのは要するにこう
あの切腹の歴史でもちょっと話したと思うんですけど、はいはいはい、武士は自分がどっちの価値観を重視するのかって自分で選択権を持てる人たちなんですよ、はいはい、だからそういった動きも彼らはあるんですよね、はいはいはい、だからこう朝廷の権威そして自分たちの力で頑張るっていういや自力救済の間で武士が揺れ動く存在であるということなんですよね。この彼らの挙動の構造っていうのが今後ずっと出てくるんですよ。要するに自分たちでどこまで決めるか、朝廷の権威をどこまで尊重するのか、彼ら朝廷とどこまで近づくのか、うん、彼らと朝廷との距離感をどう取るのかっていうのが武士が自分たちの行動を決める上ですごく重要な一つのテーマになるんですよね。ってことか。なるほど。今みたいなややの発言を聞くと、うん、武士と朝廷がその相対化されてるって話もあったんで、うん、朝廷の外にある存在のように見えるかもしれないんですけど、はい、武士はやっぱあくまでも朝廷の中の一つの機能なんですよね。なるほど。はい。でこの朝廷の中の一つの機能なんだけど、彼らが私有地を持っているがためにそこが崩れていくっていうのが、なるほど、その何ていうのかな、中世日本なんです。はあ。土地の問題なんです。それは役職とかはちゃんと朝廷の中に組み込まれているんだけど、うん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 、彼らがそのようなさっきヤヤンが言ったようななんか自己決定みたいなのをし始めるのは彼らが自らの土地を持ってるから。なるほど。なんか中にいながらもちょっと力とか発言権みたいなものが増していく、うん、そうですよね。だってもともと律令制っていうのはほら全部が天皇の土地だって言ってたのに、はいはい、まあ、この後の回で説明しますけど崩れていってしまうので、うん、崩れていってしまった結果天皇の土地じゃない土地を持ってる人たちが出てきてしまうわけですよね、うん、それは自分のその財産なわけじゃないですか、はい、その財産を守ろうとすると、うん、朝廷と違う動きをしないといけないという時が来てしまう時があるわけですよね、うんうん、確かにね。そういう利害が一致しないという状況を作るからそのような なんか自己決定みたいな世界が出現していくんだけど、うん、制度上はあくまで朝廷に認められたオフィシャルな軍事家紋なんで、うんうんうん、やっぱりそこは武士なんですけど、うん、一方でグラデーションがあって、はい、ここがまた複雑なんですよね。ほうほうほう。その組み込まれてんだけどグラデーションがあるんですよ。組み込まれ方にほう、うんうん、めちゃくちゃ組み込まれてる人と、はい、なんか中ぐらいの人とあんまり組み込まれてない武士がいるわけです、へ、うん、ただの荒くれ者みたいな人たちと、そうだよね、あの元々軍事軍事貴族でしたみたいな人たちと、うんうん、今も軍事貴族ですみたいな人で3グラデーションぐらいあるんです。はいはいはい、はい、まあ、ここ詳しく言うとちょっとあのすっごい複雑なんで、うん、ものすごく簡単に理解できるんで理解してほしいのは、はい、ほら血がどんどん薄くなるじゃないですか、うん、親戚交換の時とかもそうだったけど、うん、で結局その日本っていうのは天皇からどれぐらい血が近いかみたいなの全部まとめてるわけです。うん、日本がこの人が偉いっていうのを説明するときに、うん、日本人って血がどれぐらい濃いかみたいな話以外に、うん、実はもうロジックを持ってないんです。面白いなそこも。なんか力が強いとかこの人金持ってるからとかいうのは全部あんまり意味がなくて、うん、どれだけ天皇から近い血を持ってるかみたいなことでしかみんな納得しないんですよ、ね、血筋ルールですね基本的にはね。なんか中、日露戦争編でやった中国だったら天との距離がみたいな感じで、そう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 、うん、天との距離がみたいな感じで、まあ、天皇からの血のつながりみたいなのをすごく重視されるのと、 あともう一つはその朝廷の役職ですよね。血のつながりがないバージョンだと朝廷の役職を何らかの形で上げていくみたいなことをして、はい、あの信長とかはそうなわけじゃないですか、うん、豊臣秀吉とかは、うんうん、でこの時はその鎌倉時代に頼朝みたいな人が出てこれるのは、うん、やっぱり比較的武士の中でもその朝廷に近いからなんだよねやっぱり。うん、そうだから彼が統領になっていくみたいなことが起こるわけです。うんで統領ってなんか武士の中のトップみたいなイメージです。そうですそうです。ですね、はい、あの、はい、リーダーみたいな感じ、ね、なんですけど、はい、あの元々血のつながりがある軍事貴族の嫡流ですよねっていう意味もあるし、うん、だからこそ官職が結構高いですよねっていうのもあるし、うん、一方で武士の中にはだいぶ薄くなっちゃった人もいるわけじゃないですか。はい、暴流の暴流の暴流みたいな人たちが、うん、でそういう人たちが関東とかにいるわけじゃないですか。うん、で土着してるわけですよね。で特にさっきあの冒頭で言ったような兵士の人たちがそうなんです。関東に最初に進出した人たち、はいはい、で源氏の人たちっていうのは比較的ある意味関東進出に乗り遅れて、うん、どっちかっていうと中央に近いところにいたんですよ。うん、で逆に中央に近いところにいたことによって自分の土地みたいなのあんま持ってないんだけど、うん、その天皇から近いみたいなことが起こるから、うん、その武士のリーダーみたいになりやすいみたいなことが起こるんだよね。 そうだね、うん、それで関東に分布しているその人たちをまとめて東北の方まで戦争に行くみたいなことをやってたりするわけです。はいはいはい、頼朝のひいひいじいさんぐらいの代に、うんうん、そういうルーツもあって源氏が統領になっていくんですけど、うん、ここで伝えたいのは、うん、そのグラデーションがあるんだってことですね。うん、朝廷からの距離によって武士の偉さみたいなのの権威にグラデーションがあって、うん、
軍事貴族的な存在の人でない限りはまず統領にもなれない、うん、でその次には、昔軍事貴族だった人の末裔みたいなグラデーションの人がいて、うん、その人たちが鎌倉殿の13人の13人なんです。お統領じゃないんだけど、うん、土地も持ってるし彼らも武士団を抱えてますみたいな、はいはいはい、でその人たちの家来みたいな人たちが最後のグラデーションの人たちなんです、はいはいはい、うん、こんな感じで分かれてて、はい、なんで鎌倉殿の13人に出てくるあの有力な13人の武士の人たちは、はいはいはい、頼朝を担がないといけないのかって言ったら、はい、頼朝が朝廷に最も近いからです、はい、ブランド力が血筋ブランドがめっちゃ効いてる人なんですよ。 それ以外でみんななんでこいつについていくかとかいうのが納得できないんですよみんな。この人だったらまあ確かにこの位にいるこういう血筋だからついていくよねみたいな感覚なわけです。すげえな。それが鎌倉殿の13人見てる人は分かると思うけど、北条氏とか、はあ、あとは上総介とか、うん、まあ、上総介の方が位上なんだけど多分、うんうん、あそこら辺のなんか関東に来てもうだいぶ時間が経って中央とのつながりがほぼなくなってきましたみたいな人たちが、うん、じゃあ僕がリーダーしますとか言っても、うん、相当な殺し合いをしないといけないんですよ。なるほど。めちゃくちゃ力で押さえつけないとリーダーになれないんですよ。それだね、権威が効かないんですよ。最初から人を説得できる材料がないからです。そうそうそう、はい、力でいくしかない、はい、でも頼朝って兵士一人も持ってないのに あそこでいきなりリーダーになるんですけど、なんでリーダーになれるかっていうとこれが理由です。そうですね。血筋ブランドってやっぱりこう説明したくてもいいから血筋ブランドなんですよね。ブランドって説明しなくてもいいという、いや確かにね、だからブランドなんですよ。そうそう、みんながそう思ってんだよね、うん、最初から。すげえな、うん、なんか生まれながらにもうハンデ戦相当なハンデ戦じゃないですか。うんうん、うん、めちゃくちゃハンデです。だからもうその絶対になれないんです、統領に。そのもう末裔の人たち、軍事貴族の末裔で嫡流じゃない人たち、うん、そうそう、軍事貴族の嫡流なんだよね一応頼朝って。結構ねやっぱこの辺がまあなかなかこう難しくて、僕らもいろいろ勉強してきたんですよ。ほら武士っていうとすごくもう実力 100% 主義みたいなイメージなんじゃない、別に実力だけで稼働してるわけでもないんですよ、ね、この時代はね。 そう、それが戦国時代はほぼの実力になったんですよ、うん、だから戦国時代って呼ばれてんだけど鎌倉時代の時はそうじゃなかった、うん、これ今どころじゃないガチの親ガチャやん。それはね、まあ、中世ですから、もう地位だけでかなり決まってるん。他に説明ができないっていうことがポイントなんです。みんなが納得する説明がこれ以外の理由で説明ができないので、ここに修練していくわけです。か、血のところに。そうね、うん、でも確かにむずいか、実力も測れないやろうしな、うん、なかなか、うん、けどその頼朝だけがこのレベルの血筋を持ってるわけじゃなくて、そうだね、ライバルがいるわけです。何人も似たような血筋の人がいて、同レベルのね、はい、同レベルな人がいて、はいはい、その同レベルの中で頼朝が勝っていくからこの人がリーダーになるわけだし、うん、他の武士の人たちは別に頼朝じゃない人についていってもよかったわけ。木曽義仲とかでもいいわけ、ほぼ同列だから血筋の良さが、うん、はい、そこで勝ち残ったっていうところはありますよ。そう、ね、まあ、やっぱそこは実力、はい、リーグが違うんです。あ、面白い。なるほど。なんか J1、J2 みたいになってて、うん、で、うん、上に登るみたいなのないんだけど、そのリーグが違うから、このリーグ違う人たちは試合が ないんですよ。すげえ。そう、血で決まるっていうのはすごいな、それが、うん、まあ、こういう感じで、まあ、ものすごいざっくりとしたおさらいなんで、これだけ聞いて意味わかんない人はぜひ信長編に戻って聞いてみてからこっち戻ってきてほしいんですが、はいはいはい、うん、このような理由で源氏と平氏というのがまず出てきましたと、はいはいはい、源氏と平氏だけがなぜいるかというと、彼らが軍事貴族としてオフィシャルに朝廷から認められた血筋がいいっていう人たちだからですよね、うんうんうん、血筋がいいっていうのはオフィシャルに認められた家だってことですよね。はい、はいはい、うん、でこのオフィシャルにも認められた家の嫡流だみたいなことが血筋の良さになるわけですよね。はい、はいはい、で一方でその嫡流じゃない暴流の人たちが、暴流暴流って重ねていった人たちっていうのが、うん、関東とかに分布している人たちはその有力武士なんだけれどリーダーにはなれない人たちとして、うん、鎌倉殿の13人に出てくる例えば三浦氏とか千葉氏とか上総介とか、うん、北条氏とか、あの人たちはそういう立場なわけです、うん、もう先祖をたどると軍事貴族なわけ、うん、だけどだいぶ分かれていっちゃった人たちなわけですよ ね、はいはい、でさらにその下になんか本当によく分かんない人たちみたいな人たちがいて、うんうん、そのさらに家来の人たちみたいな、もともと多分関東に住んでた人で家来になって武士化した人たちとかがいるみたいな、なんかそういうグラデーションになってるよっていう話でしたね、うんうん、なるほどなるほど、はい、はいはいはい、でこれがなんか源氏と平氏がどのように出てきたか あの触りの部分なんですけど、うん、このあとこういうルーツで出てきた源氏と平氏がどういう挙動で平清盛まで行くかみたいな話をしていくのが、うん、次の次の次の回ぐらいで、はい、次の回はいつも通り背景説明になるんですけど、はい、
これね、やっぱりその鎌倉幕府がなぜ誕生したかみたいなことをちゃんと理解しようとすると、うん、古代の天皇王権から中世的な天皇王権に質的にどのように変化したかみたいな話をしないといけない、うん、ここを説明します。なるほど、これめちゃくちゃ面白い、はいはいはい、けど結構難しい。なるほど、はい、わかりました、はい、ちょっともう一発目からいきなり興味深い、はい、内容でしたね、はいはい、ということで続きは次回ですかね、はい、はい、ありがとうございました。Hi, Suzuku.